アフリカ・マダガスカル連合はかつて存在した政府間組織。1961年にアフリカのフランス語圏の新興独立諸国の協力組織として設立された。組織名はそれら諸国の所在しているアフリカ大陸とマダガスカル島に由来している。組織は様々な変更を経て1985年に廃止された。 1960年12月にブラザビルで開催されたフランス語圏諸国の会議を経て、1961年9月12日にアンタナナリボで設立が宣言された。設立時加盟の12カ国は旧フランス植民地として密接な関係を有していた。当時の各国は国際的に似通った立場にあることから、当初の組織の目的は政治及び、 経済の双方を目的とし、政治、文化的な協力の推進を及び共通防衛組織の設置等を目指していた。それに基づき、アフリカマダガスカル経済協力機構、アフリカマダガスカル防衛連合、アフリカマダガスカル郵便電気通信連合等が設置されている。しかし、フランスへの依存度の問題や、各国間の際、地理的位置、 独立後の諸問題等により協力は円滑に進まなかった。1963年にアフリカ統一機構が設立されると、アフリカマダガスカル連合もその性格を変え、経済協力を目的としたアフリカマダガスカル経済協力機構へと改変された。カメルーンのヤウンデに本部も移転している。これも1966年には活動停止に至っている。 1965年に、ワン創設時加盟の12カ国に、統合を加えた13カ国が、モーリタニアのヌアクショットにおいて、ワムスの後継たる、アフリカマダガスカル共同機構を設立している。1965年5月には、旧ベルギー植民地のザイール及び、ルワンダが加盟したが、同年6月に、モーリタニアが脱退している。6月27日に、加盟14カ国は、 アンタタナリボでオカムの真剣賞にサインを行った。オカムの目的には、バンにおける政治、防衛協力は含まれておらず、経済、社会、技術、文化の協力にあるとしている。本部は、中央アフリカ共和国の万議に置かれた。その後も、新規加盟国や脱退があり、1982年には、組織名もアフリカモーリシャス共同機構に変更された、ものの、 活動停止状態に陥り、1985年には正式に廃止された。創設時、1965年2月加盟、1965年5月加盟、1970年加盟。ありがとうございます。